変わってない。待って変わってない。買った。もう何、怖いんだけど。そう、なんかいろいろ間違え、本当になんかとりあえずごめんなさい、いろいろ間違えてます、いろいろ間違えまくっております、ごめんなさい。とりあえずこの枠は22時58です。この枠は22時58。ごめんね。58まででしょ。で次が23時半。何ですか？大丈夫かね？星全部投げた後です。何が？全部投げたらもうダメなんか？星の開示待ち。あ、また星休みに行かねばってことね。開示待ちです。まもなく解除。とりあえず明日の予定は、大丈夫かな。そう、この枠はスタート時間をちょっと早くした。さっき私が2分か1分ぐらい早く終わっちゃったの。そう、そうだったんです。メールに送ったやつもちょっと間違い送っちゃった。ごめんね。なので
間違えてるか、22時55から23時55。23時56から0時00。あ、ありがとう。メールのやつはそう、ちょっと一旦確定したやつだけ送ろうと思ったけど、確定は朝5時から5時半、17時20から17時50。でもこれも遅れちゃったらごめんねって感じです。で、ミュート配信になる可能性大。声が出せない。可能性になる可能性大で、次がですね、6時から18時から19時半の間で、いつになるかわかんないけど30分でできるかもです。ここが読めないけど、なんとかしようと思ってますここで私がそうなんとかしようかな、できたらいいなって感じで、でしょ。で次の20時半から21時の30分枠も、これももしかしたらずれる可能性もあり。でもずれても、ちょっとずれてもしたいなと思ってます。で、次の22時から55からはいけます。これは確定で。もし遅れたらごめんやけど、多分大丈夫。そう、変更するときはね、あのツイッターで言います。そんな感じなんですよ。うん、明日は無理やり耐えてです無理やり耐えてで、すべてギリギリを攻めてる。ゲリラ。これ以外で配信できる時間はない。昼ご飯も、昼ご飯10分ある10分か15分ぐらいなんで、うん、
58までこのか、うん、ショールーム、そう、明日ショールームアートなんです。楽しみます。なんで、そう、連覇なるかね、迷う。そうですね、結局は一日中のなんかのサイアンが見れるっていう。私は投げません。認証してきました。偉い、偉いです。デスクにね、連覇できたらいいな。そう、明日ショールームアワードです。10連打ありがとう、10連打ありがとう。足投げカウントお願いします。足を投げてくれる方は SMS 認証、電話番号の登録をお忘れなく。そして連打、10連打で 1.2 倍になります。確かに星制限は解除されてるん？もうされてる。今集めてる、今集めるってる。あー、アワードのルームで星投げします。そういうことね。そうですね、できれば星投げは私のルームで。そう、アワードの方の配信にもお邪魔しますんですけど、そこで表彰してもらえるんですけど、そうですね、星はちょっと大切に持っていただいて、そこに私はいるんですけど。そう、チャレンジ忘れずに1日5個もらえるやつ、確かに。アワードさんから教えていただきましょうかね。でも、私の時間、確かに時間であれですね、捨て星タイムだったらっていうとこあるよね。チャレンジね、なんかね、私のルーム見た方はもう1日5個バルーンがもらえてます。だからそれを2日続けて10個にして10連打で投げてほしい、ね、ログアウトしてみる。場合によってはトップ画面のまま見るしか。仕事しながらだからうまくできない。全然もう、気持ちが嬉しいです、ありがとう。そう、星集め、そうそうだよ、みんな絶対帰ってくるからすごいよ、やっぱね。そう、芯が強いんですよ、芯が。絶対帰ってくるもんね。
帰ってくるかな。指が痛い。大丈夫？マッサージしてから。マッサージしてください。うん、イワちゃん、船ありがとう。船ありがとう。ありがとうね。3。そう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 。確かにね。皆さんも10連打ありがとうございます。レインボースターとかを星投げしてくれる方は電話番号 SMS 登録をお願いします。お、制限で星もらえない。星制限来ましたか。星空になった。ここで投げてる人多い。10個で投げたら 1.2 倍になります。完了。星は全色投げてください。なくなった？なくなった報告もお願いします。もしなくなった報告もお願いします。考えますね。完了。完了、ありがとう。とりあえずさ、明日は変動が多いので、なんかもう始めてもいいように星を集めとってくれてたら嬉しいです。明日アワードは何時から？何時からかな。6時か。6時から始まってるけど、私は表彰式があるまで時間が取れるかもしれないんで、その間にちょっとでもしようかなと思ってます。なんか配信スペースがね、あると思うんですよ。サイレント配信は17時20から17時50です。なのでそういうこともできる。
常にマックスにできるように。でできたら50分前ぐらいに、できる50分前に牛入れたらいいんだけどね。見れそうにない、全然見れる範囲で大丈夫だよ。なるほどなるほどなるほど、そうなったらって感じで。うん、お知らせできたらなと思います。そんな感じですね。なのでね、まず明日の予定を言うと、捨て星4時10分、5時から5時半まで配信、そして次が捨て星16時半、で17時20分から17時50分までサイレントミュート配信これももしかしたらちょっと遅くなるかもしれんし、早めに終わるかも。30分全部できないかも次がね、すごい大幅な変動ありなんですけど、6時から7時半の中から30分できたらいいなと思ってる。これはできたら50分前に言えたらいいな。ここが30分の枠、ほぼゲリラになるかもしれん。どうなるかね。16時35の方がいいか。確かに16時35捨て星。表彰式終わった頃、多分8時半から9時まで、8時半から9時まで、これはずれる可能性あり。48グループがそう、19時40分から20時10分なので、もしかして遅れてしまってもちょっと考慮して、6時21以降が最後の枠を1時間にしているので、
21時44分に星集めを始めて、22時45分に捨て星して、私が配信始めるのが22時55から23時55で、最後の枠カウント枠と余った星枠で23時56から0時までです。それをちょっと明日メモして、わかりやすく作ります。そんな風にします。とりあえず星を満タンにしといてくれたら嬉しいです。そしたらもう捨て星するだけなんで。よし、あと5分で終わるブドウ糖でも取るかな、ゼリーで。1位いわちゃん、2位こやまっちさん、3位ジャンピーさん、4位しろうさん、5位よしーゾンビさん、6位ロックオンさん、7位ふっかんさん、8位やーすけさん、9位もっちーちゃん、10位かたむつりさん、11位はちこうさん、12位かこさん、13位ふじぽんさん、ありがとうございます。みんな星投げありがとう、50カウントもありがとうございます。星集めとかもありがとうございます。チャレンジのバルーンのやつ、私の配信見たら1日に5個もらえるんですけど、こちらを10個集めたら私に送ってください。最後見ました、ありがとうございますそして星投げしてくれる方はこの電話番号登録をしないとポイントが無効になっちゃいます。なのでぜひぜひこちらを登録してから星とかレインボースターとか投げてくれたらって思います。50カウント50カウントは1から50まで順番に、数字予想コメントしていく裏技です。そう、レインボースターってすごい強いので、特に強いやつなんで、もういっぱい送ってくれる方も特に電話番号登録、こちら必須です。やばい、もう使ってくれた。もう使い道がない方、電話番号登録してからレインボースター、使い道がない方とかよろしくお願いします。よ、あと1分半、キャー、頭が回ってない今日特に、キャーキャー、うん、ありがとうございます、みんなありがとう。私まずこのあと1分で1回こちらを閉めます。ありがとうございます。次が23時半からです。
よろしく。また30分後にお願いします。ありがとね。バイバーイ。ありがとうございます。